FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は1時半を回りました。ギノワンヒルズ通り会のギノワンヒルズナウの時間です。本日担当しますのは FM ギノワン田辺由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はギノワン市の唯一の通り会、ギノワンヒルズ通り会が担当している番組です。今日は、皆さんお休みということで、 FM ギノワンも通り会に入っておりますので、 FM ギノワンからお届けします。ギノワンヒルズ通り会、皆さんご存知でしょうか。旧デーゴ通りという名前ですけれども、ギノワン市の唯一の通り会となっております。この通り会で番組を持っていただいているんですけれどもね、毎週通り会に入っているお店の情報、イベント情報、お得情報などお伝えしております。今日も、いろんなお店の情報、そして FM ギノワンからの情報もお伝えしていきます。30分どうぞお付き合いください。この番組ではメッセージもお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声を配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることができます。そして全国どこからでも全く同じものを聞くことができるサイマル放送をやっております。こちらはリッスンラジオというアプリで聞くことができます。ぜひスマホやパソコンをお持ちの方はリッスンラジオで検索して聞いてみてください。ギノワンヒルズナウ、まず通り会、ギノワンヒルズ通り会があります。通り会は西普天間の県道81号線を挟んだ道向かいに位置するギノワン市普天間から伊佐にかけての事業者で結成されています。2015年6月にデーゴ通り会として活動を再開したんですけれども、普天間住宅地区跡地にも商業施設を発展させ、県道の両側の通りを商店街にしようという思いを込め、2015年9月にギノワンヒルズ通り会に名称を変更しています。ね、デーゴ通りでご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、その時からギノワンヒルズ通り会になっております。ギノワンヒルズ通りはですね、現在何店舗になってるんですかね。ちょっとお待ちください。着々と店舗数が増えているので、私が聞いた時には35店舗でしたかね。通り会の方聞いていたらツイキャスにコメントくださいね。間違ってるよとか。はい。どんどん増えているのでね、多分違ってると思います。で、どんなお店があるかを今日は紹介していきたいと思います。ギノワンヒルズ通り会のホームページもございまして、そちらから紹介します。項目が食べる、買う、楽しむ、暮らす、4つに分かれています。ではまず食べるから。ズミカフェ、マーメイドベーカリー、沖縄そばどころ、花キナー、ビアガーデン B サイド、ラーメン一徹がございます。では買うという項目から、ボヤージュ、ヨーロッパブランドの洋服類のセレクトショップとなっております。テスタ、ハット&アザーズ、オリジナルを中心に老若男女幅広くセレクトした帽子のショップです。コルク、
世界中から集めた年代物の優れもの、レーザーブランド、ボーブの商品を扱っています。アイル098、ライフスタイルショップです。そして、ダイヤモンドファニチャー。古き良きミッドセンチュリーの雰囲気をあなたのお部屋に。有限会社シャディ沖縄普天間本店。愛を形に贈り物の専門店です。続いては楽しむの項目です。アンティークリサイクル着物、着物花沖縄。リサイクル着物や帯、和装小物などを販売。生地のスーパーシャリマ。沖縄で生地といえばシャリマ。株式会社 FM ギノワン。ギノワン市のコミュニティ FM ラジオ局です。周波数は 79.7MHz です。新垣三振店。三振製作、販売、修理行っています。サイクルボックス。憧れの川崎 ZK をあなたの手に。続いて暮らすの項目です。有限会社上限開発。お客様の満足度を最大の喜びとしている不動産屋さんです。有限会社日本不動産。人と人との出会いを大切に、地域に根ざした不動産会社です。ヘアサロンナショナル。創業60年を誇る町の散髪屋さんです。有限会社普天間マイカーセンター。国産車すべてお取り扱い、車検や修理も行っています。有限会社富谷不動産。創業1976年、真心込めて素敵なお部屋探し。株式会社ジョブプレンティ。ギノワンオフィス。パート・アルバイトから就職・転職まで。アクト総合サービス株式会社本店。建物の建築物の設備管理や清掃・メンテナンス。普天間電機。各種自動車電気回り修理一切を長年やっています。ナンクルライフ。県内から県外に引っ越しされる方向けに物件探しのお手伝い。コザ信用金庫普天間支店。普天間山神宮寺。葬儀社進化。おさむファミリー歯科クリニック。歯は健康の原点、家族の笑顔は健康な歯から。石川質店。以上、宜野湾ヒルズ通り会ホームページから宜野湾ヒルズ通り会の店舗の紹介を、一覧を紹介しました。宜野湾ヒルズナウお送りしております。ではここで一曲をお届けしましょう。ダオコと岡村康幸でステップアップラブ。
宜野湾ヒルズナウをお送りしております。宜野湾ヒルズ通り会にあります31の店舗を先ほどご紹介しました。皆さんのお聞きになっている皆さんのお気に入りのお店などありましたらぜひ教えてほしいなと思います。そしてまたこの気になっているお店がありましたらぜひ上げてみてください。紹介していきたいと思います。メールアドレスは797@fmginowan.com です。ツイキャス、ユーストリームにもお気軽にコメントいただけますので、FM ギノワンのホームページも見てみてください。ギノワンヒルズナウお送りしております。CM の後は FM ギノワン情報などお届けします。宜野湾ヒルズナウをお送りしております。では続いては今日は FM 宜野湾の紹介をさせていただきます。宜野湾ヒルズ通りオーナーストーク。宜野湾ヒルズ通りにあります株式会社 FM 宜野湾の、もうすぐあります特別番組のお知らせを今日はしたいと思います。11月12日日曜日、今度の日曜日ですね、特別番組を放送します。ピースフォーラム宜野湾というイベントがあります。みんなで一緒に平和について考えるイベントなんですけれども、こちらのイベントの様子を生中継いたします。ピースフォーラム宜野湾お出かけスペシャル、一緒に平和について考える、コントありライブありの1時間半です。放送時間は11月12日日曜日午後1時から2時半宜野湾コンベンションシティ羽衣コートにて開かれるピースフォーラム宜野湾スペシャルステージを FM 宜野湾が生中継します。ピースフォーラム宜野湾に出演される方はユーリキア、プロパンセブン、平小杖さん、また各中学校の平和学習成果発表、演劇などもあります。ぜひこの日ですね、宜野湾コンベンションシティの方に遊びに行ってほしいんですけれども、ちょっと遠いという方とか、ちょっと時間的にという方、このラジオでぜひ同じものを楽しめますので、FM 宜野湾に合わせて聞いていただけたらなと思います。多くの尊い命が奪われた沖縄戦を風化させることなく、次の時代を担う若い世代や広く市民に戦争の悲惨さ、平和の大切さを継承し、平和な社会を創造することを目的に開催されます。ピースフォーラム。この様子を生中継いたします。このラジオの中で
あなたからの平和のメッセージもお待ちしております。ご紹介していきたいと思いますので、ぜひ11月12日日曜日お昼1時から2時半に放送されますピースフォーラム宜野湾お出かけスペシャルにメッセージをお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com。 あなたからの平和のメッセージをお待ちしております。はい、FM ギノワンの特別番組のお知らせでした。11月12日日曜日はぜひお聞きください。では一曲お届けします。デフテックでジャーニー。ヒルズナウ今週のおすすめ。ギノワンヒルズナウお送りしております。
宜野湾ヒルズ通り会は西普天間の県道81号線を挟んだ道向かいに位置する宜野湾市普天間から伊佐にかけての事業者で結成されています。現在31店舗前後加盟しております。昔はデイゴ通りと言っていましたけれども、この西普天間住宅地区跡地にも商業施設を発展させ、県道の両側の通りを商店街にしようという思いを込め、宜野湾ヒルズ通り、そしてヒルズ通り会として名称を変更しております。このね、住宅地区着々と変換に向けてのね、作業がされているのが、この FM 宜野湾のスタジオからもよく見えるんですけれどもね、今度埋蔵文化財発掘調査の説明会があるそうですよ。11月25日土曜日、9時からと11時半からあります。こちら申し込みが必要で、11月10日まで申し込み期間となっております。興味のある方は電話 893-4430 まで、文化課まで、宜野湾市役所文化課までお問い合わせください。ね、どんな風になっていくかね、両側の商店街ぜひ期待しております。今はね、ほぼ片側にしかお店がないという特殊な状態になっておりますけどね、その分楽しみですよね、宜野湾ヒルズ通り会。さあ、来週もまたお楽しみに。宜野湾ヒルズ通り会の提供でお送りしました。本日のお相手は FM 宜野湾田辺由紀でした。また来週。